艇谷川、外が3号艇の山口、3番艇内側から2号艇高橋二郎が接近、なおただいまのスタート前提正常でした。センター先回り1号艇谷川、くるりと高橋二郎が入ってきまして、その懐に切ろうと高橋二郎、危ない危ない、みんな避けてください、避けました。先頭は1号艇の谷川、2番手が3号艇の山口修司で、3番手は6番、4番が接戦状態で今スリット前を通過していきました。この事故の影響か、その後高橋選手の圧旋がすべて削除。果たして高橋選手は無事なのだろうか。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。